Selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan bertanding pada laga online Liga eFootball, eFootball 2022. Dan sekarang kita sedang mencari lawannya ya. Oke, lawan ditemukan. Sinyalnya emang selalu tinggi terus sih. Oke, jangan menghina lawan. Bisa aja lawannya pro walaupun dengan tim yang rendah. Yep. The players today are escorted by boys from the local school team. Oke, timnya sangat minimalis sekali. Nah, dia hanya mengandalkan CP 500 ya, pas lagi awal-awal kan emang dapat segitu semua player. Nah, kita udah banyak nih, lumayan. CP kita malah masih tersimpan 2 juta. Wah, ada pemain Malaysia ini, Sakawi Rashid. Oke, kita langsung aja ke ini. Aduh, selera yang tuh ganti aja sama itu. Baik, dan ini waktu bagus satu maksimal ini ya, gini aja lagi. Sekarang itu ini pertanyaan tuh ini loh, kemudian dua ya, itu aja. Lawannya pakainya apa sih? Apa gua voucher aku nggak tahu, tapi ini formasinya 4-2-3-1. 4-2-1. Ya 4-3-3 lah, pakai sangat sayap. Ya bisa tengah saya fleksibel sih. Biasanya kalau kayak gini serangan balik, biasanya. Ya nggak jauh sama gue, tapi bisa serangan balik, bisa penasaran juga sih. Lalu lebih prefer ke sangat baik. Yuk, kan balik jalan-jalan sih. Going to the end. Ini apa yang nunggu sih? Dua. Dia nunggu dua gitu. この時間はワトフォード対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。ワトフォード対マンチェスターユナイテッド。シュート。What? Are you sure with this? 先制。Are you sure with this? マンチェスターユナイテッド。あのラニね。前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。キックオフのいい流れから得点まで結びつけましたね。ini beneran apa gua? ベラ、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか？そうですね、ディフェンスとしてはちょっと対応が遅れてシュートコースを空けてしまいましたね。まあフリーで受けて確実に決めるところも素晴らしいですけど、やはりその前にしっかりディフェンスを崩せたからこそ結果的にあの位置でシュートが打てましたよね。さあマンチェスターユナイテッド、早くも1点先制と幸先いいですね。
この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。ここは繋がりません。多分伊勢線ワトフォード、これはスローイン。これを読んでいました。これは合いません。クレバリー裏のスペースを狙う、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。マルディーニ、ここは読んでいました。ラウール、今度はラフン、柔らかいボール、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ここは繋がりません。裏を狙っていきます。遅かったんですけどね、しっかり捉えましたね。マンチェスターユナイテッド仕切り直しです。これは合いません。バカ横ドリブルですね。ここは守備の対応、ソルキャンベルからラウール、ラウール来た、かわす、さあカウンターのチャンスになります。打つか、シュート、キム・ジンヒョン、しかしこれよく止めましたね。これは素晴らしい反応でしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをクリアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。クロスを上げる、引いたところ、いい反応、低く丁寧に打ち込んできました。ワトフォードコーナーキック2本目、マンチェスターユナイテッドまだありません。ここから打った、ハキミ大きく前線へ、とこれはつながりません。いいプレッシャーです。クレバリー裏へのスルーパス、ベッケンバウアーこのボールをカットします。ビエラ、ベッカム、スペースへ、さあカウンタースピードを上げたいところ、飛び出した、このボールをカットします。キーパーからのロングフィード、このボールに触ります。ハッサンカマラ、さあカウンターだ、ファールありません。これは届くか、ここは通しません。マンチェスターユナイテッドカウンターを仕掛けます。ここはつながりません。ペドリからラウール、カスカート、ワトフォードカウンターを仕掛けていきます。
さあ、繋がるか。ベッケンバーは組み立て直します。キーパー前へ蹴り出します。スペースを狙う。さあ、ここでカウンター。これを読んでいた。さあ、カウンターを仕掛けます。ペドリ、本日ワンアシストです。裏へのスルーパス、シュートスルーパス、カウンターですよ。さあ、ボールはここはカットします。そして今、前半終了の笛が吹かれました。前半終え1-0。マンチェスターユナイテッド先制して前半を折り返しています。試合を進めるときはやっぱり 1-0 でリードしたっていうところの余裕というのもありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性がありますからね。ワトフォード対マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドが1点を先制して後半を迎えます。ダーン。さあ、後半スタートです。マンチェスターユナイテッドとしてはリードはしてますけど、後半に入って流れがシュート、あー触った。これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。このピンチでしたがナイスセーブ。ベッカム、多彩なキックの持ち主です。曲がっていいボール入りますからね。ヘッド、このヘッド報われませんでした。ここは先に触ります。ベラからラウール、まだある。うわ、取らないですね。ここもしっかりディフェンスしました。クラカンにはピルシー裏へ届くかと呼んでいた。ロングボールを入れてきます。ペドリ、裏のスペースを狙う。ソル・キャンベル、流れを止めます。縦へのボール、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュート、きた。マンチェスターユナイテッド大きな追加点。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。そうですね、こういうチャンスシーンは試合で何回も作れるものではないですけどね。見事な流れでしたよね。お互いのゴールへの意識が生んだ1点ですよね。ベラ、今日2点目のゴールです。さあ、マンチェスターユナイテッド得点を重ね2-0という展開。マンチェスターユナイテッドとしては2点差というのは精神的にも楽になりますよね。ただ相手は間違いなく前がかりになるので。どうだ、シュート、よかった、決めた。1点差に追い上げます。The attendance for this match was 71,550. これは完璧でしたね。いや、ボックス内で冷静なフィニッシュでしたね。ドリブルからシュートっていう個人の力が生まれたゴールでしたね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。あと1点というところ、この時間帯によく決めてきました。シュート来た、マンチェスターユナイテッド。ありがとうね。リードを広げました。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ、マンチェスターユナイテッド勝利へと導く1点となるのでしょうか。マンチェスターユナイテッドとしては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね、はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。
ハキミ大きく前線に入れます。積極的なディフェンス。ビエラからのスルーパスをカットしました。ペドリ、さあ一気にカウンター。さあシュート。いやー追加点、マンチェスターユナイテッド。アロスペラ、これでハットトリック。いやー素晴らしい活躍、この勢いは止められない。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手がついてこなかった感じですかね。見事でした。ベラ、カットトリック。さあマンチェスターユナイテッド3ゴールリード。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ベッケンバーはここは体を張ります。スペースを使う、いっこれはどうだ、レゲット相手のドッカーンだー。よっ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 。裏を狙っていきます。シュート、シュート。いや、追加点。カラサラがインクワーク。memang lagi bagus nih kalau saya ini di pertandingan kali ini。今日は止まりません。ベラ、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたね。これなんとサブスティチューションインプログレス。ベラ、これで今日4本目です。さあマンチェスターユナイテッド現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめると。シュート、マンチェスターユナイテッド追加点。マルコス・ラッシュフォード3ポイント depan kita udah ngegolin semua。さらに突き放します。ラッシュフォード、セラー、サマー、ワオ、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃が攻撃につながりますよね。カイナキタプルに見たチームが選手に浸透しますよね。さあマンチェスターユナイテッド、このゲームの主導権を完全に抑えています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ベッケンバーはスルーパスを狙う、このボールをカットします。グラウンドのカウンターですよ。スルーパスを出す、いい、カスカート、クリック、やおクレバリー、裏を狙っていきます。奪い返します。ワトフォード、カウンターを仕掛けます。うまいですね。ここまでよく見せたけど、カバーがあるチャンスになる。そう、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 さあ、カウンターだ。よ、メネット、メネット、アヒル、あー、いろいろ、ワッピこれは合いません。スペースウェブ、この辺は人に対して厳しく言ってますよね、やや、アンダーディット。そして今試合終了、6対1、マンチェスターユナイテッド大差で勝ちました。ベラ、このゲームで大量得点、彼にとって最高の1日になりました。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。マンチェスターユナイテッドとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。8オンタッチェット6ゴール。さあ皆様お別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが大勝を収めました。ini kalau salah pas awal-awal
Dum, mantap gitu, tenang, bagus nyari ruang. Gak suka yang kayak gini. Nah gitu. Nah kali ini Zlatan Ibrahimovic. Aduh telat, untung bisa di save, ini bagus banget. Ini Joe Pedro yang shoot dan dari jauh ya tentu saja bisa. Wah lagi belum bisa ya, ini ngarahnya ke kiper untungnya, jadi bagus lah. Lalu kali ini Cacart, nama masa namanya Cacart sih. Oh itu kena save, bagus lah, di block ting sama Akraf Hakimi. Lalu kali ini Raul, ini Pedri, Pedri masih Pedri, lalu kepada Raul dan shooting bisa di save tadi. Oke lalu kali ini dari Raul, ya Raul ke depan gitu, depan lari 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 dan ya bolanya terlalu jauh tadi, nggak tepat loh, laju bola sama langkah kakinya nggak tepat gitu. Nah, kali ini dari Raul, aduh terlalu tinggi. Lalu kali ini Carlos Vela, Carlos Vela ini Pedri lalu kepada Carlos Vela dan gol, mantap. Udah terbiasa aku gaya kayak gitu. Lalu kali ini siapa nih? Siapa udah cipta ini nih? Ah, Beckenbauer, Beckenbauer kenapa sih bisa kecolongan gampang gitu? Yang ngegolin Safa Wirasid lagi. Apa pemain yang ratingnya terendah di tim lawan langsung ditambah ini, langsung ngamuk ini. Kali ini Raul, ini Rashford, kali ini Rashford karena dijaga banyak kepada Raul dan gol. Maka ini gol lagi. Nah ini dari Carrasola, asisnya dari Rashford lagi karena dijaga ketat, berikan kepada Vela yang kosong dan gol lagi. Posisinya di situ lagi, di situ sama seperti yang sebelum sebelumnya juga, sebelumnya juga sama. Kali ini Carrasola lagi dan kali ini sama nggak sih, gua agak lupa. Yang dari Vieira tuh sama posisinya tuh di situ dan titik rendahnya sama, itunya sama. Ya bagus sih kalau ini, kalau ini Rashford akhirnya ngegolin. Nah ini David Beckham, lalu Rashford kosong di sana, berikan kepada Rashford dan oke gol lagi. Emang lawan apa, kiper lawan kayaknya kelemahannya pada tiang jauh ya, kelihatan banget ini. Oke dan untuk MVP kali ini jelas Carlos Vela dengan quad trick-nya ya, 4 gol dan kedua tim sama-sama fokus tengah dan kedua tim sama-sama pressing yang cukup tinggi. Oke, jadi seperti itu dulu aja videonya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara berlangganan atau subscribe pada channel ini dan juga berikan suka atau like serta komen pada video-video yang ada di channel ini. Terima kasih telah menikmati video ini dan sekian.